どうもこんにちは、世界的 VIP 源也です。僕も契約している楽天アンリミットですね、こちらですね、なんかビビッドなカラーが素敵だなと思うんでございますけども、なんとですよ、楽天モバイル携帯キャリアサービス契約申し込み数が100万回線を突破したということでございます。おめでとうございます。というわけでこちらをご覧ください。はい、こちら楽天アンリミットのページなんでございますけども、改めて復習していきたいと思います。プラン料金1年無料300万名対象、プラン料金2980円ということで、とにかくですね、今契約していただければ1年間は余裕で無料で使えますよねということですね。日本全国どこでもデータ使い放題ということで、楽天回線エリアだと高速で完全使い放題、そしてパートナーエリア、これ au 回線なんですけども、データ容量5ギガ使えますよということですね。ちなみに超過後は最大 1Mbps での使い放題ということで、これはこれでいいよねっていうお話ですね。そして楽天リンクアプリを使えば国内通話かけ放題ですよということでね、ちなみにアプリ使わなかったら30秒20円取られますよということですね。海外66の国と地域グローバル無料ですよ、データ容量2ギガ使えますよということで、非常にですね魅力的なものなんですよ。こちらをご覧ください。はい、というわけでですね、100万回線を突破したということで、ちょっと一緒に見ていきましょう。楽天モバイル株式会社は4月8日よりサービス提供を開始した無制限プラン楽天アンリミットの累計契約申し込み数が6月30日に100万回線突破したことをお知らせします。4月8日にサービスを提供開始した楽天アンリミットは、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた外出自粛などの環境下にありながら、本格サービス開始からおよそ3ヶ月で契約申し込み数100万回線を突破しました。楽天アンリミットは月々の料金が2980円で、楽天回線エリアのデータ通信と自社開発のスーパーコミュニケーションアプリ楽天リンクを利用した国内通話が無制限で利用できます。またパートナー回線エリアではデータ容量月5ギガですね、データ容量消費後の通信速度を最大 1Mbps でのサービスをご提供し、お客様にご好評いただいております。さらに300万名を対象に、本プランの料金が開通日から1年間無料となるキャンペーンや端末購入サポートキャンペーンなど様々な特典を展開しております。楽天モバイルは世界初の完全仮想化モバイルネットワークにより、設備投資や運用コストを大幅に削減し、低廉でシンプルな本プランを実現しました。最先端の技術を活用した全国での積極的なエリア拡大、また楽天エコシステムや楽天ポイントを活用した新たなサービスの提供などを通じて、今後もお客様の生活がより一層便利で快適になるようサービスへの反映に努めてまいりたいと思います。ということで、6月30日ですね、100万回線突破しましたということですね。はい、というわけで6月30日ですね、100万回線突破いたしましたということでございます。ちなみに楽天回線エリアっていうのはまだまだ広がってはないんですけど、まあ徐々に広がってるかなっていう印象ですね。ちなみに僕が住んでるところはまだ来ないですねというわけで、まあ気長に待とうかなと思うんですけども、それでもですね、パートナーエリアで使えるんですけども、それ結構満足かなっていう感じはしてます。楽天回線エリアがどんな感じに使えるのかなっていうのも非常に気になっているところでございます。でやっぱ魅力的なのは1年間無料ですよねって、しかもこれね、ありがたいことに開通日から1年無料なんですね。僕の場合は4月30日に開通させたので、来年の4月30日まで無料で使えるというわけですね。そうなので、じゃあ今年中に始めていただければ来年までの1年間は余裕で無料で使えますよということですね。ちなみにですね、3ヶ月ぐらいで100万回線突破したということなんで、まあそうですね、長く見積もったとしても今年中にはもしかしたら300万突破するかもしれません。なので本当に今悩んでるんだよねとか、今契約しても無料になるのかなって考えてる人は、ぜひ今すぐ契約した方がいいです。無料で使えます。で無料期間が終わる前に、このまま続けようか、それともやめようかっていうのを考えていただくっていうのもいいので、とりあえずもう回線を契約していただくと、もうこれしかないです。無料だと使わないと損ですよっていうのが、もうこの回線のね、一番のポイントだと思いますんで、もう本当に使ってみてください。まあもちろんね、端末を選ぶっていうのはあるので、そこら辺はね、気をつけていただければなという感じで思います。自分が持ってる端末全然使えないじゃんってなったら意味がないので、まあ僕らはそうですけど、スマートフォン複数持ってるので、まあ困らないんですけど、1台とか2台ぐらいしか持ってない人だとちょっと困るかもしれない。まあ、そこら辺だけね、気をつけていただければなという感じで思います。というわけで、楽天アンリミット100万回線おめでとうございますっていうお話でした。お疲れ様でした。